カボス TV ユージです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日は晴天でございます。昨日は雨じゃんじゃんで一日中ビール飲んでゴロゴロしておりました。もうなんか顔がむくんでおりますが、今日は貴重な晴れ間ですので草刈りやっていこうと思います。今日はですね、先日ちょっとお話ししたんですけど、お客さんが見えるっていうことで、今日台湾からのお客様が見えるっていうことで、午後からなんですけど、午前中ですね、見えるところだけ草刈りやっていこうと思います。ちょっと全体的には無理なんで、見えるところをねちょっとやっていこうと思います。秋もせず草刈りでございますので、よろしかったら最後までご視聴よろしくお願いします。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。今日もナイロンコードでやっていきます。ラクラクファンクション Z と、スパイラル X、 これでやっていきます。草刈り機のエンジンが回転数が上がらなくて調子悪いんですけど、まあ、これでやっていきます。今日も一日頑張っていきましょう。
この上は今年初めて切って草がボーボーだったんで結構時間かかりましたね。やっぱこまめにやるとささっと終わって早いですけど、なかなか追いつかないですよね草刈り。早め早めでやると楽ですぐ終わるのも分かってるんですけどね、追いつかないんですよね。ちょっと休憩しましょう。あ、ちょっとお茶忘れました。ちょっと家に帰ってお茶飲んでもう一回やりましょう。休憩しました。ちょっとね、家に帰ってお茶飲んで花ちゃんとゆっくりしてました。花ちゃんと遊んで元気出ましたんで頑張っていきましょう。はらちゃんのドッグランエリアは終わりました。じゃあ隣、道路を隔てて反対側ですね、こうやっていきましょう。
しゃ、終わった。いや、まだ終わらんな。いや、まだ終わらんわ。だいたい家の周辺の見えるところは終わりました。イカ様ですけどね、見えるところだけやりました。あとね、一番上、牛さんの放牧地があったところがちょっとボーボーなってるんで、あそこヘイマサオで借りましょう。はい、では最後ですね、この高台やっていきます。はい、終わりました。最後バッテリーなくなりました。もうスマホで撮ってます。はい、綺麗になりました。ちょっとこの辺の糊面ができませんでしたけど、まあいいでしょう。はい、今日はですね、午後からお客さん来るんですけど、ちょっと見えるとこだけイカ様ですけど草刈りしました。もうお昼なんですけど、またちょっと今から準備の方したいと思います。長い間お付き合いありがとうございました。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。